じゃんくん、尻尾がかかってますけど、じゃんくん、なんかじゃんくんのとこにタタタってきて寄り添うんだね。君、じゃんくんのこと好きか？ダメですよ、はい、はい、じゃんけん、すごい、スタスタ、お利口さん、あ、いい子だね。カオリン、すごいいい子じゃないですか。いい子、いい子ね、カオちゃん。もう、閉めなくていいか。夜だけ閉めるか。うん、夜ね、しばらく泣くけど、うん、諦めた後は、すっごい爆睡してる。アンズちゃんが、ダーって走って遊ぼうかなんて、うん。前はね、遊んでると、上から見たり、うん、遊びたいって言ったりしたんだけど、まあ、結構ね、外で遊んで疲れてるはずだからね。よし、じゃあ食べ終わったらまた遊ぼうね。アンズちゃん、そこの奥にいる。アンズさん、機嫌を直しなさいよ。もう機嫌直ってるよ、うん、でもね、おじさんの顔見るとちょっと逃げ腰なんですけどね。逃げてるっぽい感じじゃない、お気に入りの場所にいるって感じだよ。はい、ジャン君、どうする？ベッド行く？はい、じゃーん、固形物、クロケンが大腸ポリープ切除後6日目にしてようやく酢うどんじゃないね、うどんに貼り付けましたよ。含みがダメって書いてあったので、これさ、でも固まっちゃうよ、ここに入れると。早く、じゃあトロッとさせて。あ、大丈夫だよ。そしてこれも溶かし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 やって、溶けたら食べてね。完全に溶けたからね、うん、はい、嬉しい。あれ、ジャンクいなくなっちゃった。